今回は植物だって相当やばい、恐怖の殺人植物ベスト10について解説していきます。私たちの住む世界は植物で覆われてる。植物から受ける恩恵は多く、日本では植物性だから、体に優しいという概念が定着してしまったようだが、体に優しくない植物だって多く存在するのはご存知の通り。野菜とかも植物だけど、薬とかは使い方間違えると急に牙を剥くからな。今回は花を摘んだり、実を食べることで死に至らしめるだけでなく、場合によってはその植物にただ近づいただけでも死ぬ危険性がある植物すら存在するのだ。そんな植物たちを解説していきます。ゆっくり見ていってね。10. スカンクキャベッジ。スカンクキャベツは、北アメリカ東部、北東アジアに分布する多年草。特徴的なのは早春にいち早く花を開くため、肉穂果樹で発熱が起こり約25度まで上昇し、周囲の雪を溶かす。その時期にはまだ少ない受粉媒介者をおびき寄せるために、悪臭を放つ。東南アジアとマレー半島に分布する、ブドウ科植物の根に完全寄生するラフレシアかラフレシア属の寄生植物。多肉質の世界最大の花、というよりも、その異様の花型と、受粉媒介者であるハエをおびき寄せるために、人間にはとても耐えられないほどの腐臭を発する植物。繁殖のために、本能にも似た行動を見せる植物の生き方を見ていると、自分の命を全うしようという強い意志を感じるのです。しかし、植物は一体どこで考えている？スカンクキャベッジに食べられる部分があることを発見したのはインディアンだが、それ以外の部分を大量に食べると、深刻な臭酸カルシウム中毒で死亡する恐れがあるという。臭酸カルシウムは体の組織を損傷させる強い腐食性の毒素で、気管系を停止させることもある。花の部分を誤って食べた人によると、口と喉にひどい炎症をきたし、数時間深刻な容体になり、2日間ものを飲み込むことが困難になったそうだ。9. 金峰毛。金峰毛は、草食用植物金峰毛目に属する科である。馬の足型かや狐のボタン科の名も用いられる。多くは草本または鶴製。模式属は金峰毛属。草本が多いが、仙人草属の多くの種や鳥兜属の一部の種には鶴植物が知られる。また、仙人草属の一部やアメリカに分布するヒイラギナンテンモドキの組織は木質化するものがある。金峰毛はこのリストの中では最も可憐に見える花だ。どこにでもある植物の一つなのだが、有害なガーデンプランツに属する。金峰毛は、水はけが良くない土地の一角に育つ。子供たちの間で、これを皮膚にくっつける遊びがある。肌に接触した部分が赤い跡がつくのが面白くてやっているのだが、これは、黄色い花が出す毒素が一時的に皮膚を赤くする性質を利用したものだ。金峰毛は、これを食べる草食動物に重い食中毒を引き起こす。人間が摂取すると気管系や神経系の中毒から苦しい死につながる恐れがある。綺麗な花にはトゲがある落ちていくような花、それが金峰毛なのである。8. ジャイアントホグウィード。ジャイアントホグウィードは、セリ科の多年生植物。成長すると2から 5.5 メートルもの高さに達する。特に、一般的な西洋陶器とよく似ている。高毒性の物質を含み、多くの地域で有害雑草として知られている。ジャイアントホグウィードの原産はカフカース地方や中央アジアとされる。イギリスには、19世紀に観賞植物として持ち込まれ、その他のヨーロッパ地域やアメリカ合衆国やカナダへと広がっていった。ジャイアントホグウィードの樹液は、人間に対しては深刻な植物性光線皮膚炎の原因となり、水泡や長期冠婚の残る傷、目に入った場合は失明を引き起こす。この深刻な症状の原因は、ジャイアントホグウィードの葉、根、茎、花、種に含まれるフラノクマリン類の有機化合物である。樹液が皮膚に付着したまま太陽光か紫外線を浴びると、深刻な植物性光線皮膚炎を引き起こす。まず、皮膚が赤く腫れ上がり、かゆみを引き起こす。そして48時間以内に水泡を生じさせる。それらは最後には、黒から紫色の傷として数年間もの間、肌に残り続ける。7. デスカマス。
辞書でマウンテンデスカマスを引くと米国西部などで羊などの草食動物に中毒を起こさせる球根植物の総称とあって、これも有毒かと感心する。確かに、高山の道端にすっくと立って、エレガントである。出会った場所はカナディアンロッキー、海抜2200メートル付近の谷筋の山道の道端。鉱山帯の道端に生育している様子を見れば、食べられる植物ならば、真っ先に食べられてしまうはず。見かけは美味しそうです。北海道の利尻礼文などに生育する利尻草と同属。利尻を来訪した時には出会わず、今後の課題。しかし、大型草食獣がいなければ、絶滅の可能性あり、ということではあります。ハワイネカ類はスゲにも似ており、柔らかくてダブル字型に折れ曲がっている。粉白色である点も特徴。花はクリーム色で花びらの中央に緑色の斑がある。その点、アケボノ草にイメージが似る。最近までユリ科に分類されることが多かったが、メランチウム科に属する見解に従うことにする。同じ科には古梅系草などの有毒植物もあり、イメージは近い。6. エンジェルトランペット。エンジェルトランペットはナス科の属の一つで、低木または高木である。花言葉は、愛嬌、偽りの魅力、変装、愛嬌。春から秋にかけて、下向きに垂れ下がった花をつける。つぼみには蘭形、球形、防水形などがあり、花はつぼみから飛び出すような形で咲く。花びらの先端は、5つに分かれ反り返る。エンジェルトランペットは低温に強く、丈夫で育てやすい植物である。春暖かくなってから旺盛に生育して行き、開花時期には大型の株にたくさんの花をつけるのがとても魅力的である。朝鮮アサガオの仲間であり、同様に有毒植物である。含まれている成分はスコポラミン、ヒヨスチアミンなどである。薬草に使われることもあるが、一般には毒草として扱われるので、取り扱いには十分注意が必要である。主に地下茎から抽出した成分は、聴覚性幻覚急性地方行動異常を引き起こす。使った人はゾンビのようになるこの催眠ハーブの葉は、被害者を意識は完全にあるが、自分たちの行動に対する自覚がない状態にさせる。5. ヒマラヤンブラックベリー。同じベリー類であっても外来種にして有害植物として扱われている雑草だ。その主たる理由が、鋭い棘を持つ危険な茎を有することと、繁殖力が強いところだ。ヒマラヤンブラックベリーそのものは、人間を傷つけるために鋭利な棘を獲得したわけではない。ただのブラックベリーだって茎に棘を持っているのだ。しかしこの差は、同じように食用の果実を実らせる木イチゴなのだ。むしろ、ただのブラックベリーよりも大きくて甘い果実だという話すら聞いたことがある。これといった害がなさそうに見える草木の中によろけて突っ込んだ際にできた切り傷が、重篤な目の外傷や傷ついた性動脈からの出血などを招く恐れがある。そしてこの有害な棘がはびこる峡谷を登山者が訪れるせいで事故が多数起きている。体を厳重に保護できる衣類と、粉砕防止のゴーグルは危険物管理者たちのお気に入りの装備だ。その棘のついた茎は絡み合うように張力を受けているので、人などが妨害すると跳ね返ってくるからだ。4. 銀皮銀皮。銀皮銀皮は、イラクサ科に属する皮脂植物。オーストラリア北東部の熱帯雨林に自生する。銀皮銀皮が、イラの貴族の中で得意なのは、雌雄同株の花状持つ点であり、少数の雄花とそれを取り囲むように雌花が生える。その花は小さく、受粉すると果実をつけるために膨らむ。銀皮銀皮の葉、もしくは枝に触れてしまうと、中空の二酸化ケイ素の先端を持つ毛が皮膚を突き刺す。このトゲ毛は忌まわしいほどの苦痛を与える。1963年にこの植物の葉で顔と胴を負傷したが、その苦しみについて、彼は2から3日間、その痛みはほぼ耐えられないほどのものであった。私は働くことも眠ることもできず、2週間かそれ以上もひどい痛みに襲われた。この苦痛は2年間もの間続き、冷たいシャワーを浴びた時には、未だに毎回痛みに襲われる。これに匹敵するものはない。最初に現れた症状はくしゃみを伴う引きつけ、催涙、鼻水などで数時間続いた。そして、
そのアレルギー症状は何度もギンピギンピにさらされることでさらに深刻なものになっていった。そして最終的に彼は入院せざるを得なくなった。彼の深刻な痒みとじんましんは、ステロイド剤による治療が必要なほどであった。3. イラクサ。イラクサとは、イラクサかイラクサ属の多年生植物の一種、または総称。多年生植物で30から50センチの高さになり、茎は四角く、葉と茎にトゲ毛がある。6月から9月にかけて溶液から塩水系に緑色の花をつける。夏から秋にかけ、緑白色の雄花と淡緑色の雌花が咲く。茎や葉の表面には毛のようなトゲがある。そのトゲの基部にはアセチルコリンとヒスタミンを含んだ液体の入った袋があり、トゲに触れその袋が破れて皮膚につくと強い痛みがある。死亡することはないが、ジンマシンを発症することがある。関東以南の本州、四国、九州に自生し、北アメリカ、ヨーロッパにも見られる。近年では北海道でも自生する。2. ローレル人長毛。ローレル人長毛は、人長毛科に属する皮脂植物の低木。ローレル人長毛は、成長すると高さ 0.5 ムから1ム程度に育つ。この低木の性質として、直立もしくは傾斜して生育する。樹皮は薄く、成熟すると灰色となるが、未成熟の段階では茎は緑色である。ローレル人長毛は常緑植物であり、黄緑色の花を早春の頃に咲かせ、晩夏の頃に黒い実をつける。これらの花と実は、青カワラヒワなどの鳥には無毒である一方で、人間に対して強い毒性を持つ。花果実のみならず、全層にわたって猛毒を持つ。毒の主な成分はダフネトキシンとメゼレインであり、樹液が皮膚に触れると深刻な発疹の原因となる。そして、内服すると腎臓や循環器系、中枢神経系に甚大な損傷を与える。自生地外では、ローレル人長毛は危険な外来種となる可能性がある。ヒューガ、日陰に関係なく生育するため、典型的な森の下層に適合しやすく、急速に群落を形成することが可能である。1. ゲルセミウムエレガンス。ゲルセミウムエレガンスは、ゲルセミウムかまたはマチンカゲルセミウム属のつる性常緑低木。常緑のつる性樹木で、長さは3メートルから12メートルになる。根は黄色である。葉は角質で耐性し、光沢を持ち厚みがある。花びらは黄色で花期は5月から11月。果実は咲く風に筋の縦線を持ち、熟すとこれに沿って裂ける。原産は東南アジアから中国南部で、この付近に自生する。日当たりの良い山の斜面、道端の草むら、低木の茂み、雑木林を好み、海抜500、2000メートルの地域に分布する。世界最強の植物毒を持っていると言われるほどの猛毒植物。有毒成分はゲルセミン、コウミン、ゲルセミシン、ゲルセベリン、ゲルセジン、フマンテニリンなどのアルカロイド。毒部位は前層で、最も毒の強い部位はワカメである。植物体のどの部分を食したかによって中毒症状の出る速さが違い、新鮮な若羽のセンシル葉の乾燥粉末を摂取した場合は早く、根本体では遅いという。平均すれば1時間前後となる。消化管から最もよく吸収される。最もポピュラーな中毒症状は呼吸麻痺であるが、これはゲルセミウムエレガンスの毒が延髄の呼吸中枢を麻痺させることに起因する。心拍は初め緩慢だが、後早くなる。いかがだったでしょうか。今回は植物だって相当やばい、恐怖の殺人植物ベスト10について解説していきました。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。コメントをしていただければ、嬉しいです。他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。それではまた。